田辺啓二の音楽をいっぱいいじっちゃうぞビデオズ。こんにちは、作編曲家の田辺啓二です。今回いじるプラグインはドーテックオーディオです。はい、それでは国産プラグインドーテックオーディオを使ってドラムの、サウンドメイキングをしてみたいと思います。あ、もちろん他はね、何かね、使ってやればいいんですけど、ドーテックだけでやるというのがちょっと今回の企画なんですが、はい、ドラムはこんな感じでございます。こんな感じですね。はい。その周波数の、特性とかを見るためにね、スペクトラムメーターも出してるので、そちらも合わせてご覧ください。どこなのかな？こっちの方がいいのかな？はい。じゃあ、まずはバスドラムからね、キックからやっていきたいと思います。こういう打ち込みの、やるときのこう生ドラムのね、シミュレーションした音源の弱さとして、キック、バスドラムのローのなさっていうのがあるんですよね。まあもちろんその、音源の中のエフェクトを使ってもいいと思うんですね。今回は BFD 使ってますけど、まあここの中のね、エフェクトとか使ってやればいいんですけど、ここは全部オフにしてあります。はい。で、気になるのはこの辺。この辺ですかね。はい、40Hz ぐらいまでのところが結構ドーンと出てると、急にね、聞こえない帯域ではあるものの、どっしりした感が出てくるので、そこをやってみたいと思います。そんな中で、ドーテックだと、あるのが、まあ、一つあるのが、サブベースというのがあります。まあ、つまりサブベースというのは、ない音域の、音をね、足していくっていう感じなんですけど、サブソニックシンセサイザーとか言うんですけど、はい。これを、まあ、じゃあ使ってみたいと思います。はい。このような見た目です。で、レベルが合うように、ゲインマッチを入れて、この辺を見ておいてくださいね。この辺を見ておいてください。じゃあ、行きます。はい。この、D サブベースを使う点で気にする点があるんですけど、結構はっきりね、音程がついちゃうんで、この、鍵盤のマーク、キーに近いところ、ね、ルートを合わせるといいと思います。まあ、今日、まだドラムだけなんで、まあ、ちょっとこんぐらいの E とかね。なりましたね。はい。さっきのだと A とかになってたんで、結構音程がね、わかりやすく実現しちゃったんで、じゃあこれオフにしてみます。明らかにこの辺がないですよね。はい、オンにします。感じで良いかと思います。じゃああとなんだろうな、ちょっとどんなのやろうかな。まあ、ちょっと味付けはまあ、とりあえず全体まず作っちゃいますね。はい、じゃあベース、バスドラムがこれ、じゃあスネアに、そっか、これビフォーにしとかなきゃいけないってことか、そういうことか。はい、よいしょ。はい、じゃあスネアに、まあ、ちょっとこのコンプレッサー的なものを入れましょうか。ちょっと圧縮した感じね。Dコンプ。はい。じゃあ Dコンプ入れて、またゲインマッチ。あ、なるほど。
D コンプレッサーはもう本当に、クラシカルなコンプレッサーなんですが、幅広い動きができるということで MS できたりとかもできるんですけど、ちょっとやってみてます。このアタックは残したいですよね。外してみます。ちょっとコンプ臭いっちゃコンプ臭いんで、このパラレルコンプができるので、この感じとかどうですかね。はい、でこれだとね、明るさがないので、私がよくやるのが D クリスタル、これ間にじゃあ入れます。 D クリスタル、はい、じゃあこれやってみます。このスナッピーのね、音がはっきり出るっていうね、いいんですよね。まあ、EQ とはちょっと違った感じで、はい、このような感じで今スネアできました。この状態で外してみましょうか。これが、ノーマエフェクト。はい、じゃあタムとかに迫力を出すために、これ私がよくこれよく使うんですけど、 D、マックス、単純なマックス、各楽器とかにかけるのにちょうどいい感じな、レイテンシーもほとんどないですし、このオンプエッペで、今タタトンとかなった時ちょっと迫力出ましたね。まあこれ音量は今出ちゃっているので、よいしょ、よいしょ、で全部ゲインマッチ入れて、でアフターでオート、これコピピいけんのかな、いけるか、うっ、はい、だいたいこれでドラムの音できました。ちょっと、じゃあちょっと迫力を足すために、アンビ。ね、アンビ。アンビにもなんかちょっと、ちょっとね、D フラットとか、ちょっと入れてみますか。D フラット。そして、ゲイン。アンビを、ここから強さを、じゃあここで新しめのプレゼンスエハンサーね、D エッジっていうの、これねスネアとかに入れてみますかね。スネアに、この後に、D クリスタルの後に、よいしょ、それで、あ、なるほどね、はい、これ全体に、全体になんか入れてみますかね。全体に、D マキシマイザーもそうだし、DM マックス、これ入れてみようか。
で、ゲームマッチね。よいしょ。で、オートで。いかがでしょうか。さあこれ全部ね、じゃあ今度バイパスしてみますね。ローエンドも増したし、こうね、迫力もありますし、明瞭さも増したという感じでね、このような感じに、ドラムのサウンドに適応するのもありかもしれません。さて、いかがだったでしょうか。ドーテックオーディオ、国産のプラグインね、最近すごいいいものが、しかも低価格でたくさん出てるんですよね。以前にも紹介しましたブーステックもそうですし、マテリアルコンポネントですよね、あのなんかもそうなんですけど、どれも個性的、特にこう、あれですね、ドーテックオーディオの、プラグインは個性的なものが多く、そして、UI も、特徴的のある、ね、アニメチックというか、そういう感じはありますが、すごい中身はすごくね、マニアックなね、構造をしてるんですよね。そして少ない、ノブね、パラメーターで、効き目も効果的みたいな感じがありますよね。EQ やマキシマイザー、サチュレーター、いろいろありますんで、自分の目的に合ったものを使ってみるのもいいかもしれません。それでは。